柴崎。2戦連続アシストも。一部届かず。去就は未定。スペイン一部昇格。プレイオフ決勝第2戦。ヘタフェさん。1テネリフェ。24日。スペイン一部昇格をかけた。二部プレイオフは、決勝の第2戦が行われ、元日本代表ミッドフィールダー、柴崎岳、25、の、4位テネリフェは、3位ヘタフェにアウェーで、1、3と敗れ、2戦合計2、3で、一部昇格を逃がした。柴崎は攻撃的ミッドフィールダーで先発し、0、2の前半17分に、2戦連続の、アシストを決めるなど、攻撃を牽引したが、1、3の後半6分に、退いた。しばらくテネリフェの、ベンチから柴崎は、立てなかった。2期ぶり一部復帰で、ピッチに乱入して喜ぶ。ヘタフェの、サポーターの間を縫って、肩を落としながら、ロッカーに戻った。11戦連続スタメンの、背番号20は、この日も見せた。開始12分で2失点も、17分に左サイドから、倒れ込みながら、左足で出したクロスに、ロサノが合わせた。このままなら、2戦合計2、2も、アウェーゴール数差で、昇格だ。しかし、20分後に、3点目を喫した。延長で120分も戦った。準決勝第2戦など、プレイオフは過去3試合で、全300分間で、292分もプレイ。中2日が続いた疲れも、考慮され、柴崎は、後半6分に退いた。すると、攻撃の軸を失ったチームは、攻撃が単調となった。最後まで、あと1点が奪えず、8期ぶり一部への道は、途絶えた。マルティ監督は、選手は、落ち込んでいるが、また立ち直らなければ、ならない。来年昇格できるよう、トライしたいと、前を向いた。昇格なら自動延長だった。柴崎の契約は、今月いっぱいで切れる。ただ、プレイオフで、テネリフェの3得点、すべてに絡む1得点、2アシストの、活躍を披露した25歳に、一部クラブから、オファーが届く、可能性もある。去就に注目だ。柴崎の今後、一部昇格を果たしていたら、残留、契約延長が、基本線だったが、昇格できなかったことで、新天地を探すことになる。関係者によると、まずはスペイン一部への、移籍を目指すという、昨冬の移籍市場では、獲得オファーには、至らなかったが、同一部ラスパルマスが、興味を示した。さらに、この半年で、同国内における、評価を高めており、念願の一部への移籍を、叶える可能性はある。